ルカを聞こうかとしてルカをする部屋で聞くと、なんで、なんで頭取りしたら記者出してるでしょ、普通のこととしてやってるでしょ、役所とさメディアの普通のルールでやってることでしょ、これ今回明確にあのそこはお約束させていただきました、お約束させていただきました。あのね、我々はこそこそ中に入らない、ここでやるけども、ね、今日来たのは辺野古会場でオールアワンで、ね、重視観光海上保安庁も、ね、辺野古地域建設に反対する市民のカヌー隊に対するね、さまざまな過剰規制、弾圧、これはね、ひどいよ。僕も現任し、全部の国会議員が現任をし、マスコミ報道で知る限りだとね、首を絞めたり、カメラを奪い取ろうとして指を切ったり、肋骨を折ったり、前にも自称に行ったでしょ。皆さんの行為は、もはや解放じゃない、海賊だ。その上、市民だけじゃなくて、マスコミの報道戦に対する規制、ね、これが言ったようにね、取材の自由、報道の自由というのは民主社会の基本なんだ。これは絶対に譲らない、ね、県民の表現の自由、憲法で保障されている。マスコミの取材報道の自由というのはすなわち県民、国民のもの、県民の知る権利、これが侵されてる。昨日、本庁を読みましたよ、私の部屋に。ね、安全確保とか、あるいは法令遵守、可能性の皆さんが、オイルフェンスを切断をしたり、フロートを切断をしたり、そういう器具を持ってますか？持てないでしょ。持てないと言ったんだ、本庁の人も。そういう恐れもないのに、ね、しかも臨時制限水域に近づくだけで、警告を発するだけでいいんだよ、スピーカーで。それを軽に飛び移って、首を絞めろ。今日の新報の写真、この前の写真、タイムスも報じてる、テレビも報じてる。そんなことをね、次長ね、やってはいけません、許さない。その上に我々が申し出に来たら、マスコミはシャットアウト。これは本当に問題だ。庁舎のセキュリティの問題を超えてる。明らかに報道機関に対する規制、あるいは偏見、こういうことをね、放置をしたら、この国の民主主義は死んでしまう。だから今日は中に入らん。この場でみんなから言いたいことを言うよ、ね、さっき言ったように海上保安庁の本庁だって首をかしげてるんだよ。
昨日の僕に対して具体的な凶器やあるいは道具を積んでる事実もないと認めてるんだ、ね、可能なんだ、手こぎだよ。もう一つ、高齢者が多い。なるほど、高齢者多いよ、やむにやまれず高齢であっても金を超えて抗議をしてる。しかしその人たちは若いのも高齢者も一定の訓練をしてカヌーで抗議をしてるんだ、ね、そういうことをね、私は直ちにやめないとね、許せん。はい、では、ご疑問を、要請文を読み上げさせていただきます。第11管区海上保安本部本部長、秋元茂雄様。辺野古埋め立て工事に伴う海域での過剰な警備の中止を求める要請。政府沖縄防衛局は、県民の8割以上が反対している中、普天間飛行場の名護市辺野古キャンプシュワーブへ移設計画を推し進め、1月15日から会場での作業を再開した。昨年の名護市長選挙、県知事選挙、そして衆議院選挙と全ての選挙において辺野古基地建設に反対する候補が当選した。これは民主主義における県民の強い総意を示したものであり、政府はそのことを真摯に受け止め、即刻辺野古新基地建設を断念すべきである。しかし政府が県民の声を一顧だにせず辺野古基地建設を強行していることは、県民の思いを踏みにじるものであり、断じて認められるものではない。他方、海上保安庁第11管区海上保安本部が、辺野古海域で過剰な警備により反対する住民を威嚇し、暴力により排除していることは誠に遺憾である。全国から動員された多数の巡視船や、30艇にも及ぶゴムボートを配し、警戒する様は、70年前の有事そのものだ。現地の報告によれば、これまで多くの怪我人が続出し、肋骨を骨折した者までいる。まさに権力を盾に力ずくで反対運動を封じ込めている現状は、本来の海上保安庁の任務を逸脱し、許しがたい行為である。またマスコミ関係者の取材を強行に規制するなど、憲法で保障された表現や報道の自由を抑圧することは民主主義の否定に等しい。到底容認できるものではない。今の過剰な警備を継続することは逆に危険性を高め、重大事故に発展するだけである。ついては辺野古海域で行われている過剰な警備に強く抗議するとともに、下記のことを要請する。き1、住民を威嚇し抑圧する過剰な警戒警備行動を即刻中止すること。2、取材報道規制をやめること。以上、衆議院議員照屋監督、衆議院議員赤嶺政権、衆議院議員中里俊信、衆議院議員玉木デニー、参議院議員糸数恵子、以上の、国会議員からの要請です。では、何か情報があるか、まあ、あの立場の違いは我々も十分認識しているつもりでございます。で、我々としても現場で の, あの安全とこれの励行に責任がある立場ですので、その責任においてあの必要な措置を取ることはご理解いただきたいと思います。決して皆様 の, あの趣旨に反するようなことは、まあ、やっておらないつもりですが、今後ともしっかりとやっていくと思いますので、ご理解よろしく。あのね、海上交通安全性をね、超えてない。実はね、今日の琉球新報のこの組写真見た？はい、あの私の担当見ております、ね、どういう感想を受けたんですか？やはりあの我々もですね、先ほど言ったように、あ、必要な物理的なやっぱり措置は取らざるを得ない。あの制限区域内で、あの子供あったり危険が及ぶような状況でありましたら、物理的にこれを抑制する責任がありますので、そういった流れの中である程度こういう写真が撮られたとは思うんですけど、
これはしっかり動画なりで、ご覧になれば分かる通り、最低限許される行為であったと思います。いや、許されん。これはね、これは昨日僕が聞いた時に一枚の写真だったよ。こうして見るとね、連続写真で見るとね、明らかにね、無抵抗のメディアの人にこれは馬乗りだよ、首を絞めたね。いや、決して馬乗りじゃありません。狭い船内で、入れる船内で危険を防止するために体を確保すると、安全を確保する過程では通常起こり得る。誰の安全確保？もちろん船内。保安官の？船内の方です。嘘だよあんた。いや、私はそれははっきりと認識しております。入り込んでやってるんですよこれ。それはやっぱり安全のためにちょっとご理解ください。これでやってみるんだ。抗議の活動に対して少なくとも弾圧だと思われるようなことは絶対やっちゃいけないわけですよ。それが安全確保というあなた方の大義があってもですよ。これ非常に危険な行為ですよ。いや、決して危険な行為をね、連続写真で見せられて弾圧ですよこれ、うん、決して危険を排除する。正当な抗議活動に対する弾圧ですよここからは、抗議活動を弾圧する権利あるんですか。見てください、この状態を。苦しんでる女性の顔と保安庁の人、どういうふうにしてますか、この格好。弾圧以外の何者でもないですよ。彼女から聞いたときにはですね、この保安官はまずカメラに手を伸ばしたと。しかし彼女はカメラを排除してくる。メディアですので、このカメラは命の次に大切なものだから、それを渡してはいけないということで確保した。カメラを保護した。しかしカメラから手を離さずに、彼女に対して馬乗りになったわけですね。そこを通ろうとしたわけでも、やってますよ。彼女の安全を確保しようとしたわけでもないんです。カメラに手を伸ばしてるんですよ。いや、決して馬乗りではありません。多分これはカメラに手を伸ばしたという事実はどうなんですか。カメラに手を伸ばすというか、カメラを落としたり、カメラで怪我をしたりすることはあります。ですから、やっぱりカメラを確保しながら。どうしてカメラを確保するんですか。カメラを落としたり、カメラで怪我したりしないようにちゃんと動きを封じる。命の次に大切なカメラを持っているメディアがカメラを簡単に落とすと思いますか。抗議活動に参加している人たちはね、メディアをね、弾圧したりね、取材の自由をね、圧力をかけている行為ですよ。こんなのは許されんですよ。それで昨日ですね、もう一つ問題いいですか。昨日ね、皆さんは防衛局の工事の警備はやってないということを本庁で私説明を受けました。それはその通りで間違いないですか。間違いない。で、今日ね、防衛局の作業船に皆さんの海上保安官が乗ってる写真があるんですかね。これ何ですか。これ当然安全指導。誰の安全指導。この作業船ですね。作業船となんか対話してるっていう感じじゃないですよね。いや、それは安全指導してるという場面じゃないですよね。いや、それは多分あれだと思います。作業船にどんな安全指導だったんですか。当然作業を安全にやる、それから抗議活動されている方に、一定の距離を保つように指導する。これ安全指導ですか、はい、この人たちは別のところ向いてるんですよ。その証拠に海上保安庁ってちゃんと、だ海上保安庁が防衛省の作業船に乗り込んでるじゃないですか。皆さん一緒に何か打ち合わせして、ね、抗議活動に対してああしようこうしようという相談してるじゃないですか。決してもう安全措置の一環です。それはもう間違いございません、で、なんでじゃあ皆さんこれをね、すぐこれがアップされた瞬間飛び移ったんですか。だいぶ現場からアップしたら、この保安官はすぐその船からね、飛び移ったって言ってるんですか。その戦争はちょっと私も報告受けてないんで把握しておりませんけれども、まあ夜が終われば。しかしね、まだ整わる必要ないです。どんな安全指導が防衛作業船に対して必要なんですか。先ほどもした作業船はフロートの中でやってるわけでしょ、はい、極めて安全な場所でやってるわけですよ、はい、皆さんそこに近づけさせないわけでしょ。そうだよ。それ以上の安全指導がありますか、ね、安全を守ってあげてるんですよ、あんた方は、ね、そうです、ね、作業船の安全を守ってあげてるわけでしょ。
で一方で抗議する人たちの抗議行動を弾圧してるわけでしょ。作業船のこんなの海上保安庁が許されますか。作業船の安全も、抗議船の安全も大事な作業船に対する安全のこの穏やかな表情とこの抗議船に対する皆さんのこの形相と明らかに違うじゃないですか。全然態度が違うじゃないですか。当然指導にしっかり従っていただける方とやはりこれは指導に従ってるんじゃなくてこれは抗議をしてるわけですよ。昨日もね私言ったんですけどね、海上保安庁に皆さん大体ね安全指導とか法令遵守という資格ないですよ。米軍基地の中から出てきて米軍基地の中に拠点を置いて米軍基地から出てきてそれで皆さんのために安全指導をやってます、法令遵守やってます、誰が信じますか。米軍基地に守られて海上保安庁がもうそこからね皆さんのね大義なくなってるんですよ。そこでの安全指導とかね法令遵守を言う資格がなくなってるんですよ。そういうことも含めて抗議してるんですよ。とんでもないですよ。これ見てください、表情見てすぐ分かるじゃないですか。あなた方が安全指導法令遵守というならねまず基地からどいたらいいですよ。基地に守られてね、基地に守られてね、こんなも明らかにこれ